株式会社、有坂、英名、有坂カンパニー、リミテッドは、かつて、九州地方を中心に、アミューズメント施設及び、スーパー銭湯を展開していた、株式会社。1978年に設立され、1993年に、株式会社へ改装。九州を中心に、アミューズメント施設を展開し、さらには、同業者を買収するなどして、規模を拡大。 しかし、急激な店舗展開が裏目となり、これに伴い、有利子負債などが増加し、2007年3月期の売上高99億1488万円に対して借入金は110億円にも上っていた。さらに、過去にも不適切な会計処理が判明し、適切な会計処理が行われていた場合は、債務超過の可能性が出ていた。このため、 有坂は2008年6月3日に宮崎地方裁判所に会社構成法の適用を申請して経営破綻し同年6月28日付で上場廃止となった。負債総額は135億3207万円とされているが実質の負債はリース債務約77億円が含まれるため213億3000万円以上となる。当初は スポンサーの支援を受けながら再建を図る予定であったがリーマンショックなどもあり自主再建の道を選択。宮崎地方裁判所は2009年8月30日に同年6月30日に有坂が提出した会社構成計画を認可。構成計画ではアミューズメント施設33店舗のうち東北、関東、東海の8店舗を 同年9月1日付で、アクトワークスフェドラアミーゴの3社にそれぞれ売却すると、同時に東北、関東から撤退する残りの25店舗を、同年9月1日付で、有坂の受け皿会社として、有坂の元役員が設立した株式会社 R、RB が運営し、店舗の売却益や RRB の売上などを元金にして、債権者へ弁済を行うことが盛り込まれた。 RRB は2009年9月1日付で東海、近畿、九州の25店舗を有坂から継承して営業を開始した。東北、関東、東海の残る8店舗も同日付で有坂からアクトワークスフェドラアミーゴの3社へ譲渡され、3社へ譲渡された一部の店舗は譲渡後もアーバンスクエア、ジョイプラザの店舗名のまま残った。有坂は 2014年までかかるとしていた、弁済手続きが予定よりも早く進み、2011年12月14日に、構成計画が終結したと同時に解散した。RRB は、同業他社との競合により、東海、近畿の全店舗並びに、宮崎県以外の九州の全店舗を閉店もしくは同業者へ売却し、さらに2014年8月にサンリブシティ小倉にあった。 アムロット小倉店を閉鎖した際、賃貸契約の中途解約であったために、多額の違約金が発生して経営が悪化。このため RRB は、宮崎県内の一部店舗を、福岡県小小市に本社がある、アムスペースへ売却したが、同年12月25日に、宮崎地方裁判所から、破産手続き開始決定を受けた。負債総額は、約8億円。 RRB 祭末期は宮崎県のみでの営業となっていた。RRB も2017年11月1日に法人格が消滅した。RRB から事業を引き継いだ株式会社ビジョンプランニングは2020年5月にジョイプラザ宮古の上店が閉店したことによりビジョンプランニングはアミューズメント施設事業から撤退した。末期はゲームコーナーを閉鎖し ボーリング場とダーツコーナーのみの営業となっていた。ビジョンプラニングは古着店であるキングファミリーのフランチャイジーに特化することになった。シンが RRP から譲り受けしたジョイプラザとヨーカ店は自社ブランドであるメカへ変更せずにジョイプラザのまま営業している。また、アクトワークスがアリサカから譲り受けした3店舗のうち ジョイプラザの店舗名で営業していた2店舗が2019年に閉店し、有坂が2006年3月に買収し、2009年9月にアクトワークスへ再上とされたアーバンスクエア、アサエース店もアクトワークスの親会社である渡辺ゆかが2019年9月にアミューズメント施設事業撤退を決定したことから、同年10月にエターナルアミューズメントへ再々上と、 されたものの、エターナルアミューズメントが2020年4月に、破産手続き開始決定を受けたことから、二度も、アーバンスクエア、アサイエス店の運営会社が、経営破綻することとなってしまった。ジョイプラザ都の上店、アーバンスクエアの店舗写真の店舗は2014年11月に、サンゲームスに転換されている旧、ジョイプラザの店舗外観は、アリ坂 RRB 時代とほぼ同様である。 会社構成法を申請するに至った複数年度にわたる不適切な会計処理が判明したことを知った当時の有坂社員2名が会社構成法申請日である2008年5月27日より前の同年4月16日に保有している株式を売却していた証券取引等監視委員会は金融商品取引法の内部社取引の規制に違反するとしてこの社員2名に 課長金の付命令を出すよう内閣総理大臣及び金融庁に勧告を行った RRB に関するカテゴリーありがとうございます。